私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はウイルス性肺炎の抗酸化治療についてお話をします。前田博史先生という方がですね、大変重要な業績を残しておられまして、ウイルスでの重症死亡というのは酸化ストレスが原因だということを30年以上前に論文を出しておられました。このビデオの要旨ですが、コロナウイルス感染で老化は促進するということと、酸化ストレスが老化の原因、そして前田博士のウイルス肺炎抗酸化治療についても説明します。そしてウイルスでの重症死亡というのは酸化ストレスが原因、そして酸化ストレスを下げるにはについてもお話をします。こちらがよく出しているスライドですが、新型コロナに感染しますと、ここで ROS と書いている酸化ストレスが大量に出てきて、免疫の暴走といわれるサイトカインストームを起こして、いろいろな症状が起きて重症化するということが明らかになっています。酸化ストレスを非常に簡単に説明するとですね、皆さんのご家庭にある洗濯用の漂白剤、原料は過酸化水素と書いてあります。そして消臭滅菌に使われる次亜塩素酸水というものがあります。この2種類はですね、我々の白血球の中で作られていて、体を守るために使われているんです。例えば飲み込んだ細菌をですね、殺すのにですね、過酸化水素と次亜塩素酸を使って破壊します。イコール炎症があるところには漂白剤成分があると言ってもいいかもしれません。しかし、この体を守っている2つのものが増えすぎると、全身で炎症が起こるので、大変都合の悪いことが起きるわけですね。さて、前田博史先生、熊本大学の名誉教授ですが、残念ながら、2020年の春頃にお亡くなりになっています。高分子化生癌剤のスマンクスを開発されたこと、そして、ウイルスや細菌学などの感染局所において、生体側の応答としてスーパーオキサイドや一酸化窒素などラジカル分子、酸化ストレスですね、が大量に生成し、細胞や核酸に障害を起こすことを初めて明らかにしたという方です。先日挙げました、最強の野菜スープの著者でもあります。さて、その最強の野菜スープに書いてある内容なんですが、インフルエンザに感染させて、悪化死亡したマウスはですね、なんとウイルスは体内にいない。肺に酸化ストレスである活性酸素が大量発生。非感染時の200倍から600倍。そして活性酸素消去剤で 95% が生存。マウスの死因は活性酸素、いわゆる酸化ストレスだということを書いてらっしゃるんですね。そしてこの図ですが、ウイルスで死ぬのではなく直接の死因は活性酸素ということで、ウイルスが感染すると免疫の過剰反応が起こって炎症が悪化して、フリーラジカルストーム、活性酸素の大量発生、そして炎症反応が過剰になり全身状態が悪化するというふうに書いておられまして、もう現在のコロナの重症化と全く同じストーリーです。さて、前田先生の論文ですが、1989年にサイエンスに掲載された論文ですが、インフルエンザの発症における酸素ラジカルとピラミポリマー結合型スーパーオキシドディスムターゼによる治療法ということなんですが、インフル感染のマウスの血清肺組織では、酸素フリーラジカルの生成に関与するヒサンチンオキシダーゼが上昇していた。そして致死的となりうるインフルエンザウイルス感染からマウスを保護ができたと。そして酸素ラジカルがインフルエンザウイルス感染症の発症に重要というふうに書いてあります。少しデータを見ていきましょう。こちらはインフルエンザウイルス感染マウスの血液中と肺組織中のヒサンチンオキシダーゼ活性、これはまあ活性酸素を作っているものなんですが、感染させて日にちが過ぎていくと両方ともどんどん上昇しているというグラフです。そしてインフルエンザウイルスに感染したマウスにですね、酸化ストレスを下げる
SOD を投与をしたらどうなるかというデータですが、この生存率を見ていただければよろしいんですが、コントロールとか SOD200 ユニットだともう非常にいい生存が少ないわけですが、 SOD を1000ユニット入れるとですね、生存率が 60% ぐらいになるというデータなんです。これは酸化ストレスを抑えることでインフルエンザの死亡を予防したという非常に画期的な論文なんですが、問題はですね、マウスの体重が 20g で1000ユニットの SOD を使っているんですが、人体重60キロにしますとですね、 SOD が30万ユニットという大量になるので人には応用できないというものになります。さて、もう一本の論文がプロナンスと呼ばれる、もうこれも非常に権威の高い論文で、1996年の3月に掲載されています。インフルエンザウイルスによる肺炎の病因、一酸化窒素と酸素ラジカルの関与という論文です。そして、同じようにマウスのインフルの発生に一酸化窒素が関連しているということと、LNMMA を投与することでマウスの生存率が大幅に改善された。しかし抗ウイルスの防御機能はほとんど低下しなかった。つまり酸化ストレスを抑えると生存率が良くなるんですが、抗ウイルス防御機能が下がるほどまではいかなかったということで、インフルエンザマウスの肺炎はですね、活性酸素が最も重要な病因因子であると結論付けています。データを見てみましょう。こちらはインフルエンザウイルス感染後のマウスの肺における酸化ストレスですが、感染して6日目、8日目というのはもう非常に高い値になっています。そして LNMMA は、一酸化窒素合成酵素の阻害剤なんですが、つまり酸化ストレスを下げる物質なんですが、それを投与するとコントロール群は11日目で全マウスが死亡しています。一方LNMMA はですね、生存率が 50% あったということで、酸化ストレスを抑えるということは、インフルエンザウイルスの肺炎を予防できるんだという論文です。しかしながらかなり大量のものですので、人には応用できないということです。そこで最終的に前田先生はですね、最強の野菜スープという本を書かれまして、抗酸化物質がたくさん野菜にはあるので、それを溶け出させて摂取すると健康にいいですよという本を書かれておられます。この本の紹介をこの抗酸化チャンネルのコロナ対策の抗酸化食品という別のビデオで上げていますので、ご覧いただけるとありがたいです。私は抗酸化配合剤のサプリメントを開発しまして、そのサプリメントがですね、副作用がなく世界で最も抗酸化効果が高いという評価を得ています。コロナに負けるな、酸化ストレスを下げるのが非常に重要です。禁煙、大量のお酒を飲まない、肥満、糖尿病のある方は糖質制限をする、抗酸化効果のある食品を摂る、例えば野菜スープですね、免疫の下がる食品や治療を避ける、そしてエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効と考えています。現在新型コロナ感染後の後遺症、ワクチン副反応の症状に悩む方々へ、私の開発した抗酸化配合剤の無償供与を行っています。対象となられる方はぜひこの URL からお申し込みください。抗酸化研究室についての情報です。